増田敏夫の坂手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。増田先生、よろしくお願いいたします。はい。オリンピックを目前にして東京に4回目となる緊急事態宣言が発令されました。8月22日まで緊急事態宣言となりますが、この期間中にはオリンピックがあります。これによって今回のオリンピックどのように評価されるのでしょうか。解説をお願いします。そうですね、したがって、無観客ということになったわけなんですが、その無観客ということの影響はやはり大きいと思いますね。私の知っている人もそうなんですが、アメリカのニューヨークの方なんですが、ある富豪のお嬢さんなんですが、オリンピックに行くことを楽しみにつけまして、東京に着いたらですね、いろいろ買い物をしたいので、いろいろなお店とかあるいはレストランを紹介してくれっていうふうに言われてましてね、非常に残念がっていらっしゃるんですが、世界中のですね、やはり参戦を希望していた方にはですね、大きな失望を与えたということは大きいと思いますね。これがやっぱり一つの政治的なですね、菅政権に対する政治的心とか、いずれにしてもですね、プラスにはならない、マイナス要因ということになりますね。で、この前の時間でお話ししましたように、オリンピックは開催されてもされなくてもですね、今日の菅政権にいいことはないというお話をしましたが、無観客、そして、期間中はですね、非常事態宣言下にあるということはですね、非常に大きな政治的マイナス要因になると思いますね。いろいろ議論があるのは知っておりますが、国民の世論がですね、オリンピック開催に対して非常に、不安を抱き、かつですね、反対だという意見も多い中でですね、やったと。この前の時間でお話しましたのは、もうそういうことは予想されることなんだから、二階幹事長が言うようにですね、1月か2月の段階でもう中止というふうにすることが政治的にはですね、賢いというか、無難な道だったわけですが、いずれにしてもですね、開催することになったということですね。ここにやはり多くの人はですね、なんでなんだと、生命にを犠牲にするリスクが高い、日本人だけではなくて外国から来られる方にもリスクが大きい、無観客といってもですね、オリンピックの関係者全部集めると何万人、7万人ですか、8万人かの方が見えるわけですから、そういう人にとってもですね、こういうその無観客にしなければならないような状況のところへ行くというのはやはり、あまりいい気持ちはしないと思いますね。選手の関係者は全て同じだったんですね。でもやはりそれはある意味では強行したということになるんですね。で、強行ということは不自然なことですから、不自然なことが起きるときには必ず裏がある、真実があるというのは、これがもう政治の常識ですね。じゃあ裏というか真実はどこにあるかというと、何事もですね、分からなくなった場合はお金の流れを調べればですね、なるほどというふうに理解できるわけなんですよ。今回のオリンピック、今年、来年、再来年まで、その先まででしたかね、東京を含めて4回分でですね、 NBC ユニバーサルというテレビ局が独占、放送権を持っているわけですね。したがって、その放送権に対する NBC の支払いがあるんですが、オリンピック組織委員会に払う、独占契約業といいますか、
それは76億5000万ドルですから、日本円に直すと8000億ですね、1億に近い金なんですね。まあ、そのうち 90% ぐらいはオリンピック関係、競技その他に使うということで、 10% はマネジメントだと言うんですけども、まあ悪い言い方をすれば関係者の懐に入る金ということになるわけですね。したがって、このバーツ、トーマス・バーツさん、まあ、オリンピック組織委員会の会長さんですが、もう絶対権限を持ったなかなか強い方なんですが、まあ、政治家ですね。この方もやはり大きなその収入になるわけで、辞めたくないのは山々ですね。それから、まあ、日本の方で支配しているのはオリンピック組織委員会というのがあるんですが、かつては森先生が会長をやって、森喜朗さん、元日本の首相ですね、二階幹事長に大人のほどの政治家と言われた老練のですね政治家ですが、この方が会長をやられたということで、このことについて前この時間で放送したと思うんですが、まあ、あの辞め方もですね、あれほどの政治家で、言葉遣いに慎重なですね方がわざわざですね、私に言わせると、わざわざあんな女性蔑視のことをですね繰り返して言うなんていうのはですね、やはり私は裏があると思いましたね。まあ、森会長が委員長をやってる時にですね、IOC から850億の増加費が入ってるわけですよ。850億ですよ。まあ、それをどう振り分けるか、森会長の、まあ、権限だったわけですから、まあ、何事もですね、お金が流れるときにはいろんなことが起こるわけですね。そして、まあ、日本のスポンサー、その他、それぞれのところへの配分とかっていうのが、まあ、決まっていたわけですから、もう決まった以上、ここはさっさとやめた方がですね、あと何が起きるか、プラスのことは起きない、マイナスのことしか起きないということは分かってるわけですから、まあ、偶然か本意か知りませんが、実にいいタイミングでお辞めになったということはですね、まあ、取りも直さず、安倍晋三前首相もですね、去年の8月25日でしたかね、お辞めになったんですが、トランプがもう失脚するということはもう分かってたわけですから、まあ、ろくなことが起きないことは分かってるわけで、そうしたらですね、ぬかに釘みたいなですね、特にご自分の主張というものがない、菅元官房長官、前官房長官にすればですね、まあ、しのげるわけですね。で、アメリカの方がどうなるかこうなるか分かったところでですね、それに見合った人間を日本の主張にすればいいというのはもう政治的に考えて当たり前の話ですね。というようにですね、物事は全部そのお金を手繰っていくと裏があるわけですよ。で、今回の場合はですね、今言ったようにもうお金が1兆円ですからね、8000億ですからね、このうちの9割のうちのまた一部をですね、日本は組織委員会はもらってるわけですから、これお金の面から言ったらやめるわけにいかないですよね、うん、だから少しおかしいなと思いながらも、皆さんああとかこうとか言いながらこのオリンピックをやることになったということを理解するためにはですね、お金の流れを見れば分かるというお話をしておきたいと思います。増田先生ありがとうございます。はい。